チャオ、10月号の付録は、チャ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 オ、ビューティーの万能ツッコミセット。これでライバルに差をつけちゃお。新連載は、異世界転生はチャオと共に。新連載、まるで将棋だな。はさらに今月は付録がもう一点。大人気サイコガン。指じゃなくて心で打つのよ。チャオ、10月号。好評発売中。チャオ。超気になる。どれが？行ってきまーす。かわいそう。ペンギンペンギンペンギン。買ってきた。コソ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 。やった。本物のサイコガンだ。まさかサイコガン手に入れて喜ぶ女子がいるなんて。だろうな。特に PR はしてないからな。そしてなんとサイコガンがもう一つ。え、ガチャガチャ。それはさすがに止めようかしら。よく見るとかっこいいわね。一つ私に。ゆかりさんも欲しいの？しょうがないな。じゃあこれあげる。うん、ありがとう。明日学校でおそろっちだね。え、それじゃ、じゃあ。ゆかりさん、おは。え、急に泣かないでよ。だって、ゆかりさん。腕が。なんでサイコガンつけてくれないの？この裏切り者。なんで？と聞いているくせに裏切り者とはこれいかに。ん？ということで、本日紹介する本はこれ。この話の主人公、平八郎は武家の三男として生まれたけど、妾の子だから身内から冷たい扱いを受け育つの。しまいには殺されそうになるけど、運よく友五郎に助けられた平八郎は、その後行動を共にし、さまざまな経験をする。気持ちわかるよ。身内からの冷たい扱い、裏切り、辛いよね。私は別に裏切ったつもりはないけどね。嘘だ。本当よ。裏切った、裏切られたは、必ず一体ではない。あかりさんが裏切られたと感じている、ただそれだけ。なんで？なんでそんなひどいこと言うの？またそうやって、なんで？お意味なく使ってる。意味なく？癇癪を起こしながら盲目的に、なんで？というのやめてほしいの。なぜそうなっているのか、理由、事情を考えないとイライラが募るだけでしょ。あ、私はあかりさんがフランクリンみたいになるのが嫌だったのよ。ゆかりさん、それに私までサイコガンつけちゃったら手つないで歩けないから。もうそういうことは早く言ってよ。ちょろい。何か言った？何にも。さて、妾の子平八郎は迫害されていたけど、それはなぜかしら。親には、兄弟には、使用人には、彼を温かく迎え入れられない事情があったのかも。それを平八郎が意識していれば家出なんてせずに、と私は読みながら考えた。なんで差別するんだよ。どうしてだよ。ではなく、なぜ差別を受けるのだろう、の精神だね。まあ一番若い平八郎だけに改善を求めるのも変な話で、みんながちょっとずつ相手の事情を意識できたらいい。そうなんだ。それに考えてもよくわからないこともある。裏切ることが悪なら、これほど容易に消せる悪はない。裏切られたと感じなければいいのだから。もしこの作品を読みたくなったら、概要欄をチェックしてみて、購入先のリンクを貼っておきます。所要時間は5から6時間程度、高校生以上におすすめです。ご視聴ありがとうございました。ございました。